いつもロプライユショッピングチャンネルをご覧いただき、誠にありがとうございます。今回は2015年モデル、メルセデス AMG G63 ロングクレイジーカラーリミテッドを紹介させていただきます。まず、お車の状態ですが、フロントバンパー、フロントガラスに飛び石、フロントバンパー、右フロントフェンダー、右リアフェンダー複数箇所、左フロントフェンダー、リアバンパーに線傷、左リアフェンダーに傷がございます。走行距離に関しましては約2万キロと低走行、かつ車両コンディションも良好な1台となっております。外装色はサンセットビーム、インテリアはブラックレザーが採用されております。 AMG 専用チューニング、専用装備が施された人気のハイパフォーマンスモデル G63 ロングでございます。こちらのお車は特別仕様車のクレイジーカラーリミテッドのお車です。特別外装色のサンセットビームを身にまとった限定12台の大変希少な1台となっております。また走行性能に関しましても G63 ロングということで、どんな悪路でも突き進むパワーを持ったお車でございます。ヘッドライトに関しましてはキセノンのヘッドライトが装備されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。続きましてエンジンスペック紹介させていただきます。エンジンは 5.5 リッター V 型8気筒のツインターボチャージャーが搭載されており、最高出力は544馬力を誇ります。また足元に関しましては純正の20インチマットブラックアルミホイールとレッドキャリパーが選択されておりますので、足元も非常にスポーティーに仕上がった1台となっております。続きましてリア紹介させていただきます。リアバンパーやオーバーフェンダー部分にはオブシディアンブラックが採用されておりますので、非常にまとまりのある1台となっております。合わせてトランクスペースの紹介です。トランクに関しましては手動での開閉となります。こちらのお車は G クラスということで、縦と横に広々としたスペースが確保されております。また後部座席を倒していただくことにより長い荷物にも対応が可能です。シートに関しましてはオレンジステッチが装備されたデジーノエクスクルーシブレザーシートが採用されております。運転席側に若干の使用感がございます。またインテリア部分に関しましてはカーボンが多く使用されておりますので、非常にスポーティーな内装面となっております。ではエンジンを始動します。ETC カードが挿入されていません。ステアリングに関しましては4本スポークのマルチファンクションステアリングが採用されております。こちらにはパドルシフトが装備されておりますので、自由自在な変速が可能です。またディストロニックプラスも装備されておりますので、快適なクルージング走行をお楽しみいただけます。ナビゲーションに関しましては純正のハードディスクナビゲーションが装備されております。こちらは地デジの視聴も可能です。バックギアに入れていただきますと、バックカメラが作動し安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては7速のオートマチックシフトが採用されております。こちらは G63 ロングということで、圧倒的な加速力をお楽しみいただける1台となっております。
また走行モードに関しましては、コンフォート、スポーツ、マニュアルの3つが用意されております。フロント両席に関しましては、シートヒーター、ベンチレーターが完備されておりますので、一年中快適なドライブをお楽しみいただけます。続きまして、後部座席紹介させていただきます。後部座席に関しましては、目立った使用感がなく良好なコンディションを保っております。また室内スペースに関しましては、大人の方でもゆったりとできる空間が確保されております。こちらのお車にはサンルーフ、シートヒーター、ハーマンカード音声のスピーカーも装備されておりますので、後部座席の方も快適なドライブをお楽しみいただけます。最後に気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂い等はいたしません。今回は2015年モデル、メルセデス AMG G63 ロングクレイジーカラーリミテッドを紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約2万キロと低走行、かつ車両コンディションも良好な1台となっております。その走行性能に関しましては、544馬力を発生させるエンジンが備わっておりますので、 SUV 車両とは思えない圧倒的な加速力を誇るお車でございます。またシートヒーターやベンチレーター、サンルーフ、ハーマンカード音声のスピーカーなど、豪華な装備も数多く施されております。市場でも大変珍しいクレイジーカラーリミテッドのお車をお探しの方は、ぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。